西口駅舎彦根駅は、滋賀県彦根市、古沢町にある、西日本旅客鉄道、大見鉄道の駅である。駅番号は、JR 西日本が JRA13、大見鉄道が ORA4。現在の駅舎は、昭和56年3月に建設されたもの。JR 西日本の東海道本線と、大見鉄道の本線が乗り入れている。 JR 西日本の駅はアーバンネットワークエリアに所属し、東海道本線は琵琶湖線の路線相性設定区間に含まれている。2003年11月1日に JR 西日本で IC カード、ICO カの利用が可能となった。ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、京上駅舎を持つ。1番乗り場と2番乗り場の間には、 ホームのない貨物対比用の抽選が一本ある。東海道本線の東京方に、大見鉄道と連絡できる渡り線が設置されている。2007年3月19日に新たに東口を開設し、線路をまたぐ東西自由通路も完成した。なお、当駅は駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、南彦根駅、篠原駅間の各駅を管理している。 乗り場台や市中時間帯は1時間あたり4本が、それぞれ2本が停車する。優等列車は、国鉄時代には、比叡や高山といった岐阜、名古屋方面への中高の急行列車も停車していた。現在はいずれもアーバンネットワーク内を走る、特急列車の琵琶湖エクスプレスがそれぞれ停車している。特急事故を彦根駅は開業した当時は、旅客と同時に、貨物も取り扱っていたが、 現在では廃止されている。かつて、駅東側に住友大阪セメント、彦根工場があり、大見鉄道にも住友大阪セメントやキリンビール関連のシャーツい貨物輸送があった。それらの貨車を扱うため駅東側の下り線に面して側線群があった。側線群は、現在線路は撤去されているが、バラストが線路跡地を物語っている。 駅下り方には上下の渡り線もあった。この渡り線を使って、当駅と湖北地区との往復用に、機動車列車が設定されていた。戦前の機動車列車の草分け的存在で、1989年3月10日まで運転されていた。また、かつては二面三線の構造であり、大見鉄道側に入る形で折方面3番、乗り場が設置されていた。 1985年3月14日に朝夕の新快速が各駅停車扱いで当駅に乗り入れるようになり、翌1986年11月1日には日中の新快速の当駅発着列車が設定され、この渡り線を使って折り返しをすることになった。これに伴い、一番線に下り出発信号機を新たに設置した。 1989年3月11日に新快速が前原駅まで延長され、渡り線、上り線の下り出発信号機も共に撤去された。JR 西日本の彦根駅は第4回近畿の駅100線に選定された。大見鉄道ホーム、大見鉄道の駅に併設されている車両基地。写真右側は大見鉄道ミュージアム跡地大見鉄道ミュージアムが、 存在していた頃の洋洲島式ホーム1面2線を有する地上駅である終日社員配置駅出札口自動券売機1台がある自動改札機は導入されていないかつては改札や切符売り場が国鉄と共用で国鉄下りホームに面して大見鉄道の上り前原方面行きホームが現在の下り洋日地方面がある相対式であったが 1987年5月1日のワンマン化、京城駅舎化の再新たに下り側のホームを整備し、島式とした。その後、JR のバリアフリー化工事に合わせて改札が分離され、乗り場番号も JR とは別の独自の番号に振り直された。現在使われている出札、改札口は改札分離前は中間改札として利用されていたものである。 両乗り場とも双方向に入線、発車が可能である。はじめは1番線が下り、2番線が上りであったが、現在は逆になった。車両基地が隣接しており、旧式電気機関車、ED14、旧式電車などが多数保存されている。2007年の彦根城、築城400年祭の一環として、同祭開催期間中の金曜日、土曜日、 日曜日祝日とゴールデンウィークには一部が大見鉄道ミュージアムとして公開され、好評だったとして、翌年以降も特定の日に公開されていたが、施設が老朽化したため2018年12月8日をもって閉館し、2019年11月2日に妖怪地駅に移転された。また、住友セメントへの専用線が1988年まであった。 大見鉄道を走っている電車に自転車を乗せてきた場合、駅構造の関係でこの駅では降ろせない。2009年4月8日に、大見鉄道では当駅と彦根口駅の間に彦根、瀬里川駅が新設された。乗り場、滋賀県統計省及び彦根市統計省によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。彦根の市街地の東端に位置し、西側に、 彦根城を中心都市として、市街地が広がる。駅東側は近年までは換算としていたが、新興住宅や郊外型店舗の開発が進んでいる。駅前ロータリーには1987年3月21日に、彦根藩書大藩主、井伊直オの銅像が建立された。1998年3月17日に、東口整備事業を、 滋賀県と警審議会が承認。2003年度から、彦根市が駅の東口の約17万3000平方メートルの土地に、ホテルや商業施設、マンションなどを整備する開発を進め、2007年3月19日に、東口の開設、2009年3月29日に、駅前広場約5500平方メートルの整備が実施された。 統計資料広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。